小名川原子力発電所。小川原子力発電所は、宮城県牡鹿郡小名川町と石巻市にまたがる、東北電力の原子力発電所。太平洋に面する三陸海岸の南部、小名川湾の南側湾口部に位置する。建屋などの主要部は、小名川町内にあり、敷地の一部が、石巻市域にかかる。新設時の総面積は161ヘクタールで、淡水は、 北上川の北上大関からの工業用水で賄っている。東北電力の保有する原子力発電所としては最も早い時期に建設された発電所である。また、東京電力に電力融通を行い、特に夏、関東地方の電力需要のバックアップ機能も合わせ持っている。3号機を対象に、プルサーアマル計画の実施が検討されている。 電力会社の本社がある都道府県に所在する原子力発電所は東原発と白原発、北海道電力だけである。1960年昭和35年5月23日、東北地方では初めて秋田県が東北電力の原発を誘致したいと明言した。野城市の米代川、秋田市の小物川、本庄市、現、由利本庄市の一部の小吉川の河口が 高知と見られたが、国や東北電力の条件から、秋田市は不適とされ、のしろ、本城の漁師が誘致合戦をした。秋田県の原発誘致発言の半年後、福島県が東京電力の原発を誘致する計画を発表した後に派軍の大熊町、双葉町に福島第一原発建設。1963年、昭和38年以降、国は、 原発敵地の調査を進め、東北地方では、青森県下北郡東通村、あとに、東通原発建設、秋田県の白市、山形県鶴岡市の3カ所が敵地と認められた。宮城県でも、敵地調査が実施され、押鹿郡小永和町小宿地域、道町午前地域、物羽郡北上町相川地域、現、石巻市の一部の3カ所が調査された。結果、 1967年、昭和42年4月17日、宮城県が、なる浜を中心とする女川町小屋取地域を、東北電力の原発建設の適地と発表すると、5月25日に、福島県二葉郡浪江町の議会が、東北電力の原発誘致を議。すると、宮城県での建設候補地が、町域に含まれる女川町及び押賀町、現、 石巻市の一部の両議会も9月に誘致を決議し、石巻地区市町村長、市市九長も誘致を請願して、浪江と女川で誘致合戦に陥ったが、1968年、昭和43年1月5日に、東北電力は女川町小屋り地域に建設することを決定した。浪江には、浪江、小高田田原子力発電所が建設準備中だった。 2013年3月28日、正式に建設断念している。同年6月5日、小勝町、現、石巻市の一部の議会が反対を検討、東北電力に申し入れ、1969年、昭和44年1月16日には、小長原子力発電所設置反対3庁、規制同盟会以下、同盟会も発足したが、3月26日には、 土地買収交渉基本協定が調印され、5月6日には建設用地の調査工事が着手された。これに対し周辺漁協が反対運動を開始し、同盟会によるデモが実施される中で、1970年昭和45年12月10日には、女川原発の原子炉設置許可が下りる。これ以降、周辺の漁協は一つまた一つと、条件付け賛成を表明していくが、 同盟会は反対の陳情やデモを繰り返すという分離傾向が見られるようになる。1973年、昭和48年10月6日に第四次中東、戦争が勃発すると同月中旬以降、第一次オイルショックが発生。これを機に、周辺漁協は次々となる浜の埋め立て工事に同意し、原発建設促進の流れができた。百七十六年、 昭和51年3月7日に、小永原発反対町民会議が結成され、1977年、昭和52年5月22日に同盟会などが、小永原発絶対阻止県民1万人集会を開催すも、着々と、漁業保障協定や安全協定が締結されていった。1979年、昭和54年の第一四半期から第二次、 オイルショックが発生し、さらに3月28日には、アメリカ合衆国で、スリーマイル島原子力発電所事故が発生した。オイルショックによる、エネルギー供給不安と原発の安全性への不安という、相反する事態の中で4月18日、山本総一郎宮城県知事は、原発の許認可申請受付をストップした。しかし、 国から安全性確保の確約がなされたことで6月26日に許認可申請受付が再開し、12月25日には原発の本格工事が着工した。1981年、昭和56年4月18日に、鶴ヶ発電所、福井県で放射性物質漏洩事故が発生したり、12月26日に、 小長原発建設差し止めを求める民事訴訟が提訴されたりしたが、建設は進み、1983年、昭和58年10月18日に、発臨会、11月18日に発送電に至った。2005年、平成17年8月16日に発生した、宮城県南部地震で、構造設計の想定外の揺れを記録したが、国や県の調査で、 最終的には安全性に問題はないとされた。この地震発生直後、東発電所から煙が立ち上る様子が報道されたが、その煙は非常用のディーゼル発電機が起動した際に発生した煙である。地震直後、女川原発では煙は出ていないと発表した。また、発電所施設内の環境放射能測定センター屋上にある気流産タンクが破損し、 気流酸245リットルが流出した、その後全量回収処理され、2011年、平成23年3月11日14時46分頃に発生した東北地方太平洋沖地震、東日本大震災では、小名川原発の震度計は、震度6弱を観測した。地震計は、最大加速度が1号機で540ガル、想定512ガル、 2号機で607ガル、想定532ガル、3号機で573ガル、想定594ガルを記録。1号機の外部電源が変圧器の故障のため、使用不能となり、外部電源の復旧までの間、非常用ディーゼル発電機で11時間冷却を行った。2号機、3号機の外部電源が喪失することはなかった。 地震発生直近の小永川の干潮は13時42分で、当地の平均水面より、マイナス0.66メートル、満潮は20時40分で当地の平均水面より、プラス0.01メートルと予測されていた。15時29分、東原発に、最大津波が、小永川原子力発電所工事用基準面、小永川ピール、東京湾平均海面に対しマイナス0.74、 メートルに対して、約13メートルの高さで到達。最大津波は設計上の想定 OP プラス9.1メートルを超えていたが、敷地の海沿いに設けた斜面も及び OP プラス14.8メートルの場所に設置してあったため、地震で1メートルの地盤沈下があったものの直接の津波到達はなく、海岸線に最も近い2号機の原子炉建屋の地下3階が、約2.5メートル。 約1500立方メートルまで浸水、また3号機の冷却系に海水が侵入するに、とどまった。一方、最大波から15分後の引き波の際には、原子炉を冷却する海水を取り込むための取水口が、むき出しになった可能性が指摘されている。原子炉建屋の地下が浸水した2号機は、発電機などを冷却する熱交換機が、 海水に使ったため非常用発電機3台のうち2台が起動しないトラブルに見舞われたものの別系統によって停止した。1号機ではボイラー用の重油タンクが倒壊したり原子炉建屋などで20カ所が水漏れするなどのトラブルに見舞われたが1号機及び3号機も自動停止した。その後1号機のタービン建屋の地下1階で火災が発生したが 同日22時55分に沈下が確認された。3月13日、女川原発敷地内で、毎時21マイクロシーベルトの放射線が検出されたことが報じられた。女川原発の原子炉は地震後すべて自動停止し、冷温停止と呼ばれる安全な状態であったことから、原子力安全保安院は検出された放射線は、 福島第一原発の爆発で放出されたものとの見解を示した。なお、原子炉等規制法により、女川原発敷地内には一般住民が許可なく入ることができず、当然、一般住民の避難所に指定されている建物もないが、震災発生後、広報施設の女川原子力 PR センターに被災者が自主的に避難してきたため、 敷地内の体育館等を開放して、最大約360名を収容し、食事等の提供がなされた。4月7日に起きた、震度6強の余震で、国が2006年に定めた、耐震基準の上下方向の最大加速度451ガルを超える476.3ガルを記録5系統ある外部電源のうちの3系統が使用不能になり、 1>, 1系統は点検中だったため、残り1系統で冷却を継続した。また、1号機の非常用ディーゼル発電機2台のうち1台が壊れていることが4月1日には発見されていたが、原子力安全、保安院への報告は4月8日であり、4月7日の予震時には使用不能であった。使用済み核燃料貯蔵プールでスローシングという現象が起き、 冷却装置のポンプに負荷がかかったため自動停止し、1号機では53分後、2号機では1時間21分後、3号機では59分後に再起動したが、プールの水が1号機で2.3リットル、2号機で3.8リットル、3号機で1.8リットル、放射能量で817から5410、ベクレルが溢れるなど、計8箇所で水漏れが見つかった。 想定を超える揺れが記録されたことついて、経済産業省の西山秀彦官房審議官は、この程度なら心配ないと直感的に思うが、安全性を評価しないといけない。と述べた。国際原子力事象評価尺度 INES はレベル2に楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。